三沢山左二番目の山頂に金倉山古墳が所在する。手前は百軒川。金倉山古墳は岡山県岡山市中区沢田にある古墳。形状は前方後円墳。三沢山古墳群を構成する古墳の一つ。史跡指定はされていない。岡山県では第四位の規模の古墳で4世紀後半マイナス5世紀初頭頃の築造と推定される。 岡山県南部、岡山市街地中心部から、東方の独立山海である三沢山山海において、ほぼ中央の金倉山山頂に築造された、大型前方公園墳である。1953年に、石室が調査され、副葬品が出土しているほか、2000年度以降に、墳球調査が実施されている。墳形は、前方五円形で、前方部を北方に向ける。墳給は、 公園部で3段蓄生、前方部で2段蓄生。噴球長は165メートルを測り、岡山県では第4位の規模になる。噴球表面では各段の円筒派にれつのほか、継承派には不き石が認められる。また噴球ビレブには西側に作りで、東側に島状移行を付す。 主体部の埋葬施設は2基の縦穴式石室で、いずれも埴輪方形区画中に構築され、特に中央石室は副葬品埋納用の副室を伴う。中央石室主室、南石室は洞窟にあっているが、調査において多くの副葬品が出土している。この金倉山古墳は古墳時代前期低、中期の4世紀後半マイナス5世紀初頭頃の築造と推定される。 作山古墳が築造されるまでは、中国、四国、九州地方で最大規模であり、墳球規模、豊富な副葬品の点で、紀備地方の代表的古墳の一つであるとともに、内容が明らかとなった大型古墳である点でも重要視される古墳になる。古墳の規模は次の通り、墳球の西首レブには作りで、東首レブには島上以降を伴う。 これらにおける発掘調査では、円筒派庭、朝顔形埴庭とともに、祭祀空間を表現した家型、作形、囲い形埴庭などが出土している。公園部分庁手前に、南石室開口部、右上に、中央石室主室が所在。主体部の埋葬施設としては、公園部分庁において、縦穴式石室2基の構築が認められている。1基は、公園部中央に、 もう一基はその南側に位置し、特に中央石室は副葬品枚納用の副室を伴う。中央石室、南石室はいずれも、噴球主軸に直行する向きに構築され、周囲には、埴輪方形区画が設けられる。区画の埴輪には、円筒埴輪のほか、継承埴輪として縦型、湯木形、単鉱形、草ずり形、二形、高槻形、家形、 取り形、水潮系刃庭がある。各石室の詳細は次の通り。なお前方部でも、軽症刃庭が検出されているため、前方部にも埋葬施設が存在する、可能性が指摘される。古墳からの主な出土品は次の通り。1953年以前には、活石性剣1、活石性トース約 70, 活石性ガマヘン、弾きカゴメ皿などが出土したという。 以上のほか、紛糾からは、円筒派には、継承派にはが出土している、注釈出典。ありがとうございます。